けさせないためにも。ショート源田が掴んでいる。一塁はどうだ、間に合うか、間に合っている。ファインプレー、ルーキー源田。またショートゴロか、ショートに飛んだ。バックトスどうでしょう、アウトか。一塁塁間抜かれました。セカンドを待ってバックホーム、近藤は強肩だぞ。ダッチがアウトになった。2球目取った、今宮二塁トス、アウト。ダブルプレイ、すごいプレーが出た。下がって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 取りました、高めの球を打っていきました。レフトに上がっている、これも大きな当たりだ。レフトが下がっていって、これ取ってます、イギリさん。ここはいい当たりが、レフト取りましたか。いや、これはいいプレーになります。伸びていって、伸びていったんですが、これはフェンスを取りました。柳田初球打ち、センター前、ワンバウンド。右中間の打球、浅い打球、取った。ファインプレー、これはすごい、うん、これは、あー、また源田のグラブが出てきた。すごいな、まあ、この出来事でした。シュートはセンターへ打ち返す。掴んでいるか、掴んでいる。ピッチャー返しになった。川崎取って痛烈だ、トーナスコッター、飛びました。すごいプレーだ。追っていって、どうか、そのまま伸びていって、どうか、掴んでいる。レフトに上がった、これも大きな当たりです。ずっと追っていく、追っていって、取ったか、取った。ビッグプレーが出ました。加藤のファイン、試合目スタメンではギアから戻ってきて初めてということになりましたけれども、これレフトがよく追いつきました。最後レフトに上がった当たりだ。レフトが下がっていって、高々とはこれ取りました、うん、そしてこれが抜けない。今宮取って、一塁送球の素晴らしいな。今宮今度はアウトにしました。ショートの後ろ、センターの前、レフトも来た、落ちるか、と、あ、取ったか、と、取りました。中村ビッグプレー出ました。センター秋山追いかけた、追いかけた、レフトも追いかけた、クリアムジャンプ、取った、これもクリアだ。先頭バッター8番の江川です。引っ張ってレフトの左、ピー岡田、追いつくか、どうか、取った、これは入って、ストレスプレーションといたしまして、上面ホルモンから下でしたね、タイミングがね。